鹿児島のサッカーを盛り上げたーい。キックオフ鹿児島。この番組はアマチュアからプロまでサッカーを頑張る皆さんに注目し、サッカーが好きな人はより好きに、サッカーのことを知りたい人にはより興味を持ってもらえるような鹿児島のサッカーに関する情報を何でもお伝えする番組です。こんにちは、キックオフ鹿児島です。私は先週監督の電撃交代があった鹿児島ユナイテッド FC の練習取材に来ています。大島康明新監督、率先して選手に声をかけながらトレーニングを行っています。まずはじめに大島監督に代わって初めてのゲームとなった先週の北九州戦を振り返っていきます。明治安田生命 J3 リーグ第24節、白のユニフォーム鹿児島ユナイテッド FC はアウェーで公式戦ではまだ負けたことがないギラバンツ北九州と対戦。大竹直人監督が退き、大島康明ヘッドコーチが監督に就任してから最初のリーグ戦でした。ユナイテッドは 4-2-3-1 のフォーメーション、それに最終ラインから細かくボールを動かしてゴールを目指す従来のスタイルは変えず得点を目指します。そんな中、試合は前半44分、完璧な裏への抜け出しを見せた藤本を止めようとした相手のゴールキーパーのこのプレーに対しレッドカード。ディフェンダーの一人を控えのゴールキーパーに変えての対応を余儀なくされ、ユナイテッドに有利な状況になります。しかしスコアレスで折り返した後半開始直後、高い位置でのセットプレーから北九州が先制。この試合も先制を許したユナイテッドはこれで8試合連続失点となりました。それでもこの日3試合ぶりのスタメンとなった藤本が惜しいシュートを放つなど切り替えて反撃に出ます。すると後半14分、フリーキックから相手がクリアしたところを野だけ、セカンドボールにダイレクトで合わせた見事なゴールで同点に。これが野岳にとっては待望の J リーグ初ゴールとなりました。その後はお互い決定打にかけ1対1のまま試合終了。連敗は3で止めましたが、 FC 岐阜と FC 大阪が勝利したことで順位を7位に落としています。5年目なんで、少し遅いですけど、ここからゴールやアシストっていう形でチームに貢献できれば一番いいかなと思います。まだまだ昇格諦めてないですし、ここからまた一試合一試合大事に戦って昇格目指すので一緒に戦ってください。よろしくお願いします。なんとか連敗を3で止めることはできましたが、相手が相性のいい北九州、勝ち点3を取っておきたかったという思いもあるかと思います。次の試合に期待しましょう。さて今日はその試合から3日後のトレーニングなんですが、改めて大島新監督の決意を聞いています。クラブから、打診を受けた、そして、返事をした段階でもう残り14試合15試合っていうものに、責任と覚悟っていうものを、コメントでも出させてもらいましたけど、そこを持って挑みますので、結果っていうものを非常に重視したものになってくると思います。自分たちがクラブとして掲げた目標を達成するっていうところで、今後の14試合を取り組んでいきたいなと思っています。一言で、表すんであればアグレッシブにやりたいと思っています。でもう一つ付け加えるならば、選手たちが躍動するっていうものを、でその中で勝利を届けるっていうところを意識しています。今シーズンの J3 っていうのは一つのゲームの一つの勝敗で大きく全チーム局面が変わるっていう、なかなか稀な、展開になってるかなと思います。一つ一つ取っていって、気づいた時には目標の位置に入れるっていうものがすごく大事なのかなと思ってます。監督が変わるっていうのは、僕ら選手が一番責任を感じている部分であって、
だからといってそれを引きずってる場合でもないので、まずはレギュラー争いっていうのが激しくなってくる中で、そこでお互いが求め合って、そうすればおのずと週末の試合っていうのはすごくいい形で迎えられると思うので、それを日々やるだけかなと思います。チームとしてやることは大きくは変わってないとは思うので、切り替えの部分に対しての要求の声とかは、なんだろう、監督スタッフだけじゃなく選手内でも出るようになってきてるっていうのは大きな変化かなと思います。これからの巻き返しに期待しましょう。なお昨日行われたホーム FC 岐阜戦は来週お伝えします。ユナイテッド次節は9月9日にアウェーで SC 相模原と対戦します。そして次のホーム戦は9月16日午後7時から蒲田マーレ讃岐との対戦です。この後は地域のサッカーの話題を続けます。喜界島の子どもたちに特別な体験です。これはウィナーを予想していると未来の俺が現れた。いや、またかよ。大丈夫？今日の勝者はギリでアウェーでしょ。答えは俺の目に。点差は俺の目を見ろ。いや、いいって。目。いや、近いな。目だよ。近い近い。1試合予想くじウィナー。俺の目を見ろ見ろ。目だよ。どこ行くんだよ。いや、ちょっと。1試合予想くじウィナー販売中。ウィナーは J リーグの全試合が対象で、好きな1試合を選んでどちらのチームが何対何で勝つかを予想するスポーツくじ。スポーツくじウィナーに挑戦してみませんか？インターネットなら試合開始10分前まで購入可能。19歳以上の方ならウィナー公式サイトなどからどなたでも簡単に購入できます。鹿児島ユナイテッド FC の応援がもっと熱くなるウィナー、詳しくはウィナー公式サイトで。6月、県サッカー協会や鹿児島ユナイテッド FC などが一体となって、離島でサッカーをする子どもたちに J リーグの試合や元プロの選手と触れ合ってもらおうという1泊2日のプロジェクトが実現しました。その名も喜界島夢プロジェクト。今回鹿児島市にやってきたのは、普段は喜界島のクラブでサッカーを頑張る子どもたちです。一行は鹿児島市に到着すると、 J リーグ鹿児島ユナイテッド FC のホームである白波スタジアムを見学。元ユナイテッドの田上豊さんの案内でスタジアムの設備や J リーグの試合運営の裏側を学びました。あ、問題。何人入るとここ大体、大体2万。5万。ここ1万2000一応入るスタジアムです。そしてその日のナイターで行われた明治安田生命 J3 リーグ第15節ユナイテッド対ガイナーレ鳥取の試合を観戦しました。今回の参加者のほとんどがユナイテッドの試合を生で観戦するのは初めて。試合は残念ながら負けてしまいましたが、バックスタンドの応援席で他のサポーターと一緒に歌ったりしながら試合観戦を楽しんでいました。その翌日、鴨池のサッカー場に再び田上さんが登場し、サッカー教室が開かれました。田上さんが現役時代に行っていたトレーニングやドリブル、パスなどのコツを伝授すると、最後には大人チームと子どもチームに分かれてミニゲーム。子どもたちは学んだことを早速生かして全力プレーで楽しんでいました。プロの選手のやつとかも見れて、あの田野さんと練習できて楽しかったです。10番の体が強くて相手がボール取れないぐらい体強くて抑えれてたので、それを真似して相手に、あ、いろんな人にパスを出してパスが いっぱいあって面白かったです。いろんな応援歌があっていいと思いました。喜界島にはないものがいっぱいあって楽しかったです。普段はなかなか足を運べない J リーグの試合を見て、元プロから技術を学んだ1泊2日は
子どもたちの刺激となったようです。私も奄美出身ということがあって、こういうプロジェクト、夢喜界島の子たちにさせてあげたいんだという話をいただいたんで、もうそういうことであればぜひということで協力させてもらうと。笑顔がいいですよね。いや、もう本当に楽しんでるなっていう感じがあって、これからもう第2回第3回ずっと続けられるようにですね、していきたいと思います。この番組では県内各地でサッカーを頑張る皆さんの動画を募集しています。チームの練習、紹介動画、サッカーボールを使った特技など何でも OK です。動画は番組公式 Twitter または KKB みんながカメラマンで送ってください。皆さんの投稿をお待ちしています。